こんにちは、コッコです。本日は山梨ドライブ、山中湖、富士吉田、忍野村へ。やった、富士山。朝一やってきたのは山中湖花の都公園。高校時代の同級生と一緒です。何もなくても絵になる畑。9月下旬なのですが、遅咲きのひまわりが見ごろでした。この場所なんと無料で楽しめるんです。30万平方メートルもの広さがあり、冬以外は四季折々の花々が埋め尽くします。色とりどりの百日草は見ごろが長く、それこそ3ヶ月ほど大輪の花を咲かせてました。ちなみに有料エリアの清流の里には、親子で楽しめる水遊具広場や富士山溶岩樹景体験ゾーン、明神の滝や岩清水の滝など癒しスポットが、フローラルドームフララという花と人間、花と自然をテーマとした全天候型の温室もあります。有料エリアは季節ごとに入場料が変動するようです。それにしても雲がある中、富士山見えてラッキー。朝早い方が富士山が見える確率高いですよ。ちなみにこの山中湖エリアではダイヤモンド富士が見られる期間が長いとのことで、10月中旬より2月末まで、日没時になんと4ヶ月間も見られる聖地なんです。このピンクの可愛い花、何の花か分かりますか？これはそばの花。私初めて見ました。富士吉田市まで移動してやってきたのは荒谷山神社。荒谷という場所にある山の神様。細い道路を渡って参道にはたくさんの鳥居が並んでいます。願をかけた人がお礼に奉納したものだそう。荒谷山神社、主祭神は大山積の命。この地にふさわしい大いなる山の神、また天照大神、この花咲夜姫の命もお祭りされています。金運上昇、商売繁盛、農林業繁栄のご神徳があるとされます。多くの神様、山の神は衣食住の基本となる神様なのですが、金運上昇のご利益で近年とても注目を集めている神社です。立派な鳥居。自営業をされている方なら知っている人も多く、毎年訪れている方も多いよう。狛犬さんにご挨拶。衣食住が整って有事の時に困らない、そんな心にゆとりのある生活ができたらいいなと考えます。こちらは夫婦汽車。2本の木が途中でつながったことから名付けられたそう。ご利益は縁結び、夫婦和合、子授け、子孫繁栄。ご神木、気になって撮らせてもらったら、こんなに光を集めてた。小御岳社、大黒様に恵比寿様、岩永姫の御事をお祭りしています。落ち着いた安定感のある場所です。社務所を見ていたら奥宮までの親切なマップをゲット。ありがたい御朱印。その前に腹ごしらえ。桔梗信玄餅の桔梗屋藤次郎、カフェが併設されています。一番乗りです。カフェ&ランチ、かかさ料、女性が喜ぶメニューがたくさん。信玄宝刀に、お皿は細切りのつけ麺みたい、ラーメン、そばに定食や丼物、女子が好きな甘味にドリンク、
まさかのコラボレーション。平日のランチはお得。ああ、豚もつ丼にも惹かれる。お食事されるお客様はこちらのエリアの品がおかわり自由です。根菜たっぷりの優しいけんちん汁、見て、サラダ、たけのこの煮物もある。広いスペース、この後団体さんが来るのかな。こちらは秋のミニミニ丼、たくさんのおかずが小鉢でいろいろ、お得。牛もつ筋煮込み定食、ご飯たっぷりだ。七味をパラパラあり、具沢山で体あったまる。食事で使用した箸置きは持ち帰れますよ。お腹を満たしたところで荒谷山神社の奥宮へ。中野茶屋手前左側の林道を進みます。道路が狭めなので対向車に注意です。林道を使用できるのは雪のない期間、約半年間だけ。小さな看板が立っています。お車の方はこちらの看板を通り過ぎた少し先に数台止められる駐車場があります。所在地が難しいですね。社務所の地図は分かりやすくてありがたいですね。荒谷山神社元宮から車で40分ほど、富士山2合目枝の辻にあります。この場所は癒しろ地、万物が蘇生する場所。そこにいると気分の良くなる土地。奥宮は富士山2合目標高1700メートルに位置します。冬季は林道閉鎖のため参拝は雪のない季節限定となります。1年のうち約半年間だけ参拝できる場所。ここから先、神秘的でパワフルな場所。木の根が張っているので足元気をつけて。静かに心を澄ませてみて。とても静かで人里離れた場所ですが、県外ナンバーの車が多かったです。荒谷山神社は元宮、奥宮合わせて毎年伺いたい場所だと感じました。富士山が大好きなので心地よい場所でした。移動して忍野村へ。大人気の観光スポット忍野八海、夕方に差し掛かってますがにぎわっています。こちらの湧き水は1985年に全国名水百選に選定されたお水。青く深い。忍野八海といえばこちらの丸い池を思い浮かべる方が多いかと思います。ですが実はこの池は忍野八海には含まれない人工池とのこと。空の雲が映り込んでる。時間帯によりもっとコバルトブルーに。こちらの池にはお土産屋さんの中を通っていきます。点在する8つの池、にぎわう場所。水車小屋のそばに五番霊場の枠池が。他の7つの池はもう少し広範囲に点在しています。今日はタイムリミットでここまで。忍野八海は1934年に国の天然記念物となりました。また1985年には全国名水百選の選定地にも。富士山の伏流水および石神山から石割山にかけての山麓からの伏流水を水源とする湧水地です。世界遺産富士山の構成資産の一部として認定されています。豊かな水を蓄えた里山の風景を残す場所。忍野八海からの湧水は新名庄川に流れて山中湖を水源とする桂川へ合流します。とても人気の観光地でにぎわいますが、朝や夕方など静かな時間にゆっくりと歩きたい場所です。山中湖沿い、平日は道空いてますね。次回は川口浅間神社と天空の鳥居、大石公園のコキアと旅の駅にも立ち寄ります。
最後までご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。